羊ね入りの荒走り教習所。じゃあ行きましょうか、コーナーに。はい、男プロダクション会長松村のお悩み相談。皆さん、ポジティブバイブスの塊松村が解決まではしなくても恋、友情、お仕事、将来、小さなことから大きなことまでリスナーのお悩みを導きますというコーナーになってるんです、はい、今日はまあなんかあれかな、また進路相談とか、はい、本来ね、そう、そういうのかな、あらゆる悩みでよかったんですけど、なんかこのところ恋愛ばっかりに本当に皆さん、恋愛じゃないと送ったらあかんとか、はい、そんなのないですから、はいはい、自分が今思うつぶさなことでいいんで、うんうんうん、本当この買いすぎた卵をどうやったら使い切ったらいいですかとかでもいいんですよ。じゃあ僕のオムレツのレシピ教えますよとかも言いますし、ということでいきましょうか。何でもいいんで、てます。ラジオネーム、うん、ダミンちゃん、はじめまして、大学4年生女性です。担当職人に言いますが、うん、どうやったら彼氏ができますか。私は高校も男子が少ないほぼ女子校の教学で、大学も同様、学部的に男子がほぼいません、はい、ゼミも男子が2人しかおらず、バイト先も後輩の寿司田くんばかりです、うん、そもそも私自身実習が多く、あまりバイトにも入れてないので、本当に新しい出会いが壊滅的にありません、はい、高校大学で男性経験もなく、自己肯定感も地の底に沈んでしまっているので、うん、マッチングアプリを入れようにも、どうせマッチングしても幻滅して終わりだと思ってしまい、なかなか始めることもできません、はい、なんかもう本当にどうしたらいいですか。なんか少しでもアドバイスいただけると幸いです、はい、長文乱文失礼しました、はい、なんかと、はい、いっぱい入っちゃいましたね。心の乱れ。この子は過去の男プロダクションのお悩み相談は聞いたのかな、はい、どうなんでしょう。おそらく聞いてますか。聞いた上でこうやって僕に言ってきてるわけですか。僕からも思いますよ。じゃあ聞いてたんですか、ね、聞いてたんだったら、うん、答えは一つ、ね、改めて言います。セックスせえ。はい、ありがとうございます、はい、これにつきます。セックス性のコーナーに入ってきてしまった、はい、ゼミ男子2人しかおらんではなく、はい、ゼミ男子2人もおるなら2人とセックス性、バイト先に男がいる、バイト先に男がいるならセックス性、はい、男性経験がない、はい、男性経験がないならセックス性、はい、もうこれにつきます。パナキですね、はい、もうセックス性で、セックス性で終わるコーナーになっておりますけど、はいはい、いやこれちょっとほんまさでも女性ですよ。松村さんは今まで男側にセックス性教を言ってましたよね。もちろんね、はい、ゼミ男子2人しかおらずっていうのはまずこれはもうじゃあ対象外なんやね、はい、もうこの2人はいや気になってないんやね。そうは書いてないですよ。そう書いてないけど2人しかいないで終わらせちゃってるんじゃないんですか。じゃあもう、はい、2人しかおらんゼミの男の子狙うなんてはしたないと思ってんのかな。もしくはこの人これ多いです、ほぼ女子校の共学で、いや共学なんじゃないんですか。ああ、そうそうそう。大学も。共学じゃん。うん、ほぼ女子校の共学。だから男、おんねん。いるんですよ。だから、はい、自己肯定感低いってことは、私なんかが言っても無理やから、はい、この数少ない男はダメだと思ってしまっているのが、うん、そもそもの間違い。はい、なんだろう、その自己肯定感が低い理由は何なんでしょうね、うん、例えばその見た目に自信がないとか、まあ、結果じゃないですか、喋るのがなかなか結果やね、大学4年になった結果、結果あなたが今自己肯定感が低いのは何もしてこなかったからなんでしょう、はい、じゃあ何かを変えるもう理由がそこしかないやん、うんうん、何かが出る以外でしか、うん、そうですよ、自分の意識も上げられないんでしょ。これセックス性っていうのは何もセックスを性と言ってるわけではないじゃないんです。僕ごめんなさい、はい、動こうぜなんです。そうです、テイクアクション中田秀俊そうそう中田秀俊なんです。僕が言ってるのはテイクアクション中田秀俊が帽子かぶりながら、うん、そうそうそう、裏にセックス性ゴーイングマイウェイセックス性っていうスペースにセックス性スペースにセックスはい。カズそう、カズセックス性言ってた、当時言ってた。おの、シンジ、セックス性そう。そう。それと一緒やねん。動こうぜなんですよ。そう。まずね、動かないと、はい。で、本当にそれで男性経験がないのであれば、うん、これほんまにね、うん、マジでこれに関しては、はい、本当にセックスによって変わる部分ってマジであると思うね。すごい開けると思う。はい、その、視野とか。
あもう本当に僕も童貞で、はい、なんか25、6にもなって童貞でとかっていう人をたくさん見てきて、はい、そういう方々が一回セックスした後のもう変わりようったら、はい、変わりよう、それこそ自信もめっちゃもうみなぎってたし、はい、顔つきとかも変わったし、本当にこう大げさじゃなく、あ本当にこういう精神的な部分のこう上向きとか、はい、テンションの変わり方とかも絶対あるから、ちょっとこれハッシュタグについてる感想なんですけど、はい、あの羊教習所の、はい、綺麗になるイコール男性と間が合うためと思っている松村さん、うん、古いよ、中にはそういう人もいるかもしれないけど、うん、美容は自己満足だよと。え、なんて、何のために、はい、垢抜けるために、うん、セックス性は違うんじゃないかという、まあまあ、垢抜けるためにセックス性、まあそれは一個の手段やから、はいはい、あのセックスによって変わる部分もあるっていう、はい、そのなるほど、垢抜けるにはセックスしかないですよって言ってないからね、はい、俺別に、あ、うん、それは別にいろんな方、セックスで垢抜ける道もありますよ、めっちゃあるから、それは事実あるから、る、うん、だってそれで垢抜けて、じゃあ、はい、もっと綺麗になりたいな、エロユキさんから美容もやりたいな、はい、っていうことなんでね、なるほどね、これはもうあの違います、そこは全然、はいはいはい、だからこの子も、うん、そういうチャンスがあるならば、はい、もうそもそもそれがない環境ならば、うんうん、まあ本当にそのゼミには2人しかおらん、どうせ私なんかって思わずに、その2人と、うん、いやこれね気持ちも分かります、こっち側まずは、うん、とにかく行動を起こさない、じゃあ、なんでアプリもマッチングしても幻滅して終わり、何幻滅とは何だい、ね、じゃあこの子の言う幻滅を考えようぜ、何もしてないじゃんお前、あなたの言う幻滅は何や、うん、その写真とが違うことか、何が幻滅なんや、そうだよ、その体目的であることが幻滅なのか、うんうん、どう幻滅と言っていいの、そう振り返った時にこれあなたは何もしてないですね、そうまずは一歩目を踏み出せてないから、うん、だどうやったら彼氏ができますかの答えはもう動き出せ、はいはいはい、テイクアクションセックス性なんですからもうそれしかないです、はい、そんな黙っててもいいです、うん、じゃあ明日から、毎朝、うんうんうん、何時に顔を洗って、綺麗な食事して、うん、綺麗なヨガして体も綺麗にしておいてください、うん、じゃあ彼氏ができます、そんな日ある明日からじゃあ知識をつけて映画もたくさん見て文学も読んですごい内面から美しくなってください、それで彼女って彼氏できるじゃあ何すればいい、セックスで言ってるやろだからよ、聞いてんのか聞いてんのかお前らさいくら松村がこう言ってもセックスしねえな、言ってるやろな、幻滅したお嫌やでマッチングアプリせえじゃないで、幻滅しに行け一回、そうな、幻滅されてみようぜ、そっからやろ、そんな、ね、の世の中に彼氏彼女おるやつちゃんと動いてんねん、マッチングアプリやってんねん、だからマッチして出会ってんねん、ゼミにしかおらん男の子に手出してんねん、だから彼氏おんねやん、はいはいはい、やってくれまずはそれを、ありがとうございます、本当に、はい、いやいや今日もこの文章の中やとそれしか言われへんわ、本当はこういう事情もあってとか、うんうん、いろいろあるかもしれない、 それやったらそれがまた言ってくれたらええわ、それが君のセックスだから、今君からいただいたこのダミンちゃんからまたこのメールだけやとこれしか言えんで、私は君なりのセックス、うん、君なりの、それ反論メールでもいいよ、そう、うん、そうそうそう、それを言ってくれ、頼むわ、ちょっといきなりであれやけど、なんでしょう、ちょっともうなんていうの、こんだけこの夏にかけて僕は散々布教してきましたよ、まあね、恋をしろ、セックスしろ、結果がなかなかね、うん、届かないんですよ、僕がはっきりだんだん言ってきたこのセックス性という、ああはいはい、なんかこの夏セックスして、うん、なんかこういうことが良かったですとか、うん、こんな素敵な結果がっていう声がね、はい、なかなか来てないんですよ、いつも、まあそうだね、いつもね、もったいない、ね、もったいないんですよ、そうで今日なんとね、はい、来てるんですよ、ようやく一つ、あらこの成果というか、はいはい、僕が、はいはいはい、ほんとしたためて、うん、頑張ってこう作ってきた、はい、土がようやく芽吹いたなっていう、ちょっと僕はもう感動で、はい、僕ちょっともうなんだかちょっとよろしい、もうこれなぜね、もう僕感動でもう一人前泣いちゃうんですけど、はいはい、ラジオネーム、はい、麦焼酎パナマオリさん、はい、センチネルのセンチネルの2人こんばんは、センチネルじゃねえ、おい誰が大勢やん、誰が俺が大勢やとしよう、俺らセンチネル、細田が俺が富里なわけないの、おいどう富里やん、俺が富里やと、どっちか分からんけど何やセンチネルの2人こんばん
この後ですよ。何でしょう。現在私は、はい、長年お付き合いしている彼女と同棲しており、うん、何もかも順調にうまくいってます。ほうほうほう。何もかも、うんうん、もう日の打ちどころない。なぜこんなに順調にいってるのでしょうか、うん、そうです、いっぱいセックスをしているからです。本当にありがとうございます。もう感想しました。ついに私の男プロダクションの務めがどうなの。え、この人は松村の言葉を聞いてしだしたのか。いやもうそれありがとうございますって感じだから。そうだって俺のを聞いてやったからってことで感謝言ってしてんねやから。こいつさ最低限しか喋ってる。素晴らしい。添削しまくったんかな。見てくださいよ。最低限の言葉しか喋らず。なぜこんなに順調にいってるのでしょうか。そうです。いっぱい。言わんや親みたいな。嬉しいですね。漢文のセンター試験に出る未来のセンター試験に出る公文ありがとうございます。性交わりにレテンとかこう、性で交わるでいいとか入った漢文を解いてありがとう。いやもうこんなね、うん、メールが届いたら、いやいやいや僕はもう勤めを果たしたと思ってますので、まあ、この人はうまくいきました。いやもちろんね、うまくいってます。もちろんそうですよ。でも元々うまくいってたのかもしれない。いやでもやっぱこういう人が一人でも増えたら、はい、僕はどん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 だってこれをまた聞いて、うん、あやっぱセックスすることが順調な秘訣なんやと思って、うんはい、今までできへんかったこの前向きにエッチしていく人が増えていくわけやから、うん、もう、ね、もう僕はあでもダメだ、俺はセックスするなという立場だったんだ。これはね、それは見極めを見て、それはもう今更やん。セックスするな。今更全然したい。今更全然したい。したい。しろ言うてた人ないから今日も来てるんですよ。だからいろいろ僕らも景気のいい、まあまあ面白そうが本当に、オンエアをされまして、はい、まあまあまあ本当にこういろいろ、まあなんか反響というか、まあまあ面白いっていう声もあったり、ありがたいね。編集、うん、編集もすごいありがたかったです。本当にね、はい、まあようやくこう見てもらったんで、はい、あれですけど、まあ放送すごいね、トップバッターから、うん、大受け、はい、もう本当に言ったら全組同じぐらい受けた。はいっていう最高の面白そうを放送、ね、見た方そういう本当に僕たちがやや滑ってるのとかも、はい、あんま放送されずにね。そうです。最高の、まあまあ、本当に皆さんね、リアルバージョンをお届けしたい。無編集のすごいよ、ね、無編集を見せたら、うん、もう圧倒的にチャンピオンズが優勝であることだっていうのが。そうそうそう。トークもさ、うん、その本当なんか夏の富士山のさ、うん、ちょっと雪積もってるところだけ使ってくれたみたいな。本当にもうちゃんと受けてるところっていうか、まあ成立してるところを使ってるっていうだけ。でまあまあまあリハとかもいろいろ言いながらね、当日だからパッて始めましたけど、ちょっとやっぱもうわけもわからんまま、まあネタは別にいつも通りまあやったんですけど、まあ正直ちょっとね、ほんまにトップバッターなんもあってお客さんも結構いるんですけど、まああんまりこうなんていうんですかね、本当ライブのトップバッターみたいなような状態でやって、うん、まあ受けてないくはないけど、うん、あ弱い受けやな、跳ねてないという表現かな、跳ねてないな、受けてないな、滑ってはないけどあんまり受けてないな、まあまあなんとかこう、まあ、トークというかそこで盛り上げれるかなっていう感じでこういくんですけど、うん、まあその本当にあこのトークも無理やろ、無理やなって思った事件っていうか、結構最初に冒頭に、うん、はい、終わりました、ありがとうございました、でちょっと感想をね振っていくんですよ、はい、矢部さんが、はいはい、その最初の感想が、まあ、門脇麦さんやったんですけど、うん、まあ、麦さんが、はい、いやそのあの一回こう一個前部屋でこう出川さんみたいなモニターに向かって言ってる、はいはいはい、あの映像を見て門脇麦さんが、いや、うん、あの時見たら松村さんの眼圧がすごい強いんだなと思って、あすごい眼圧が強いなと思って出てきたら、うん、意外と細田さんの方の眼圧が強いんだなって、うん、驚きましたって、はい、門脇麦さんが言った瞬間に、はい、細田が、うん、眼圧フェイスプレッシャーってちっちゃい声で言って、俺はしかもそれは、はい、
現場にいる誰にも聞こえんくて、うん、俺にだけ聞こえる声で、フェイスプレッシャーって言った瞬間終わったって終わってない、この平場終わったこいつもうガチガチやガチガチじゃないんですよ、ガチガチや、でもあれは終わった、そのフェイスプレッシャーもこのボリュームでしか出えへんようなつまみ、うん、あ終わったって思って、もう俺もそっからはもうあのホストは見てないあのこいつはもう使い物だなんてこいつは今日はもう終わった、終わってないよ、はい、終わったからもうまず自分で頑張ろう、もうだ一回もう開口1個目のやり取りですよ、どうでした、もう門脇兄さん眼圧が意外と強くて、え俺らって眼圧の込みなんですか、フェイスプレッシャー、フェイスプレッシャー、あ終わった、あもう、あもう、もうこのくだりも多分使われないです、使われ、俺で、俺も始まんなかった、俺ですら分かったですよ、あこれ多分使われへんから、あれ始まってなかった、編集点作ろうみたいな感じそうでということでみたいな感じで、うん、そっからだった、でもうもうそっからもうだから結局まあ僕がガンガン行くけど、うん、まあなんか2回前ぐらいで話しましたけど、まあそんなにいじられないっていうような、なんか関西弁濃いなとか、ね、なんかブスやなとか、うん、そういういじりもなく、なんかまあ一応取っかかりとして出川さんが先輩、うん、で一応僕の用意してたエピソードトークっていうのだけがほんまに使われてて、そう、ね、見事にフェイスプレッシャーゼロノーフェイスプレッシャー、うん、いやそりゃそうよ、ね、フェイスプレッシャー俺だって思ったもん、もう頼むでほんまフェイスプレッシャーって言ったな、頼むわあの俺とほんま緊張まあ、そんなしてなかったの本当に、何やじゃあのフェイスプレッシャーって、どっからできたの、細い声でフェイスプレッシャー、眼圧って、何やでも確かにさ、その眼圧って言葉にまずびっくりしてその顔圧あんのそんな日本語ってまず思ったけど、なんかみん眼圧ってなんだよってもなんない風間文義さんが言ったからかな、これは分かる分かる分かる、一瞬俺も目の圧力かなと思って、うん、眼圧どっちかなと思って、フェイスプレッシャーかなと思ったら、これフェイスプレッシャー終わったもうええわ、もうええわこいつって、もうええわこいつってなって、まあ反省ですよ、まあ、ね、そっから、ね、慣れですよ、慣れでしょこんな慣れでしょこんな、もうね細田さん9年目っすわ、いや分かりますけど、分かりますけど慣れてないとこなんで、 9年やって慣れてない現場じゃんあそこはめてみせる、いつかフェイスプレッシャーを9年目のフェイスプレッシャー、細いフェイスプレッシャーそうでかいフェイスプレッシャーを持てるけど、コーナーでございます、はい、フェイスプレッシャー、はい、こちらですね、面白そうで門脇麦さんが細田に対して発したガンツというコメントに対し、極度の緊張の中何かをしようとした結果、フェイスプレッシャーと小さな声で言ってしまった細田のように、追い詰められた緊張した中で頑張った結果、出た一言や失敗をモンスターブラザーズスモールボキャブラリーフェイスプレッシャーの3段階で評価します、はい、はい、ラジオネーム小手さん、失礼のお二人こんにちは、うん、私の両親は私が幼い頃離婚しており、私は母親と暮らしていました、はい、私が成人した頃、うん、十数年ぶりに父親と二人で会うことになりました、久しぶりに会った父親は「おう」と言った後、うん、おもむろにサングラスをかけて「タモリです髪切った」と言いました急だったのと十数年ぶりに会った父親の発言として不適すぎたので何も言いませんでした、後から聞くと久しぶりに何を話していいか分からず、まだ一緒に暮らしてきた頃私が M ステが好きだったという記憶があったからウケると思ったとのことで、二十歳になった私へのコミュニケーションとして絶対に間違ってるし、これはフェイスプレッシャーだなと思ったのでメールを送らせていただきましたこれはすごいな、すごい、ね、このおっちゃん、このおっちゃんすげー、気持ちはわかる気持ちはわかる、これはもうな、これはもう、これは無論ミュージックフェイスプレッシャーステーション、ミュージックフェイスプレッシャーでしたこれはこれはすごいわ、すごいね、あーすげー、人の初だね、他人の送り主じゃないエピソード初だねこれすごいな、気持ちは痛いほどわかるよ、でもな、ちょっと緊張の瞬間やん、十数年ぶりに娘がな、酒とかに逃げないでよかったよ、ほんまやな、酒飲んで会うとか、うん、髪切ったおう、まあ、優しさではねえけどな、娘が好きやったものをちゃんとこう思い出してのっていう、切ってるに決まってるだろ十数年そのタモリですっていうあたりもええよな、その不安やから、まだタモリやと思われてない可能性もあるから、一回自分で言っとかな、確かに、ね、タモリですタモリです、髪切った、これはいいねこれはもうお父さん最高や、最高のお父さんでした。
M とおっしゃって自覚したのはいつ頃ということで。俺いつだろうな。ちょっとあんま言えないか。え？ここでも？言っていいのかな。親にも。親にも隠すならまだしも。僕はなんか、うん、その首絞めオナニーみたいなのをネットで見て、うん、やってみたくて、うん、やってみたらすごい気持ちよかった。うわ、キモ。キモ。ちょっと待って待って。きっしょ。待ってよ。キモ。やめらったんだから。人にやられてとかは分かるけど、うん、自分ので気持ちキモ。ちょっと待ってよ。めちゃめちゃナルシストオナニーやん。ナルシスト。ナルオナやん。ナルオナ。ナルオナ。ようこそナルオナ。聞いてみたい。ようこそナルオナ。なんで人呼んでんだよオナニーが。なんでオナニーで人呼んでんだよ。なんて自分の気持ち、いやそれは女性に締められて、このアウトカミング、女性にカミングアウトをこんなキモいって触られては分かるけど、自分で締めて自分で触って、うん、気持ちいいやって、やば、キモ、いや、なんだ、俺てっきりなんか誰かにされて気持ちいいって言うかと思ったら、自分でやって、ひどいよ、やばいですよ、自分でやって気持ちいいわ、この性的カミングアウトをこんな風に言われるの、なんだこいつ、そういうとこダメだよ、そういうとこダメだよ、なんでダメだよ、どういうとこだよ、他者と関わんないと、そんなダメだよ、まあまあまあ、これをやっぱり最初やってもらうと22ぐらいですかね、いやーかんわ、うわ22、いやな、うん、もう大人やん、そのまあすごい中、はい、次のお便りいきたいと思います、中3の痛い若気とかやったらわかるけど、縦板に流水さん、はい、こいつ、はい、続いて、親孝行がしたいさん、はい、細田さん、松田さん、こんにちは、細田さんが首絞めオナニストであることを伺い、いても立ってみられなくなりメールしました、うん、何を隠そう、僕も細田さんと同じで、はい、首絞めオナニーにより自分の松田に気がついた人間、全く同じルートで気づいた人、はい、しかし松田さんがおっしゃってたように、自分の手で首を絞めるのでは己の限界に達する前に力を入れてしまうことに僕は悩んでいました、もっと高みに行くにはどうすればいいのか、そこで僕が発明したのが、水を張った洗面器に顔を突っ込んで行う素潜りオナニーです素潜りオナニー、素潜りオナニーだと、このスタイルであれば夏の清涼感を味わいつつ、脳に酸素が行き渡るようにあの快楽を味わえる、まさに一石二鳥のオナニーとなっております。 何が一石二鳥やねん、ちょいらんねん、別にオナニーの時に夏の清涼感いらんねん、その二鳥になってへんから、別に求めてないよ。恥ずかしいとか情けないが、いやいや、だこれもいや同じやって、結局自分で死にそうなってまうところでガバって出てまうやろ、あだ脳に酸素が行き渡らないのが快感なんだね。首絞めと一緒やって、これを人にこう上から頭こう押さえつけられて手でこうブワーってしこってんのやったら、それはいいかもしれないですけど、とはいえ何が一石二鳥やね、ほんまバカだな、アホやな、気持ち悪い、気持ち、だから気持ちいいっていう感覚に冷たくて気持ちいいもあんねん。AV 見れないじゃん。この素潜りしてる時。冷たくて気持ちいい。どうすんの？行きそう。洗面器の中におかずを入れんの？いやでも今だったら防水の携帯とかあるからさ、防水の携帯。めんどくせえ。洗面器の中に沈めて、でスタートさせて、でそれをこう洗面器の中にぶわー入れて。忙しい。あ気持ちいい。冷たい気持ちいい。オナニーでそんなマルチタスクするもんじゃないからさ。ぜひね皆さんも素潜りオナニー。素潜り。やってみてください。素潜り。なんとですね。この荒走り教習所、議事合コン会となっております、うん、というわけで、まだ今、はい、直前の状況で、いつも あのラジオ撮ってる場所でやってんねんけども、うん、女子はまだ来てない、そうそうそう、今打ち合わせ、まあ、事前のオープニング収録一杯目まもなくもう来ます、うん、はい、で、まあ、結構その制約があるので、はい、いつも通りみたいな、そんな飲み屋でやるような合コンではないので、まあね、まあこれも流す時間は全部そのままじゃないんですけど、収録時間、この合コン時間はほぼ1時間程度、はい、短距離だ、もう結構この短い間に決めない、大体ね、合コンなんて3時間4時間とかそうよな、やるけども1時間判断力が、そうです、もう残ってるうち絞らなあかんよ、割とこの子やっての最初に決めたら、ね、確かにいいかな、で、うん、もうこの合コンの中で、うん、小沢さん、はい、ゴール決めてください、告白しましょう、あたぼうやお前、ね、今日この合コンで1時間で結果出して面白い素敵やって思わせて、うんうん、
告白してもらいます、うん、それが OK かどうか、はい、皆様、うん、どうぞ最後まで聞いていただいて、はい、この様子を伺っていただきたいんですけど、今日はサードメンバーとして女子3人来るんで、はい、この作家の馬肉要さんがいらっしゃってるんですけど、ね、羊ネイリという、はい、僕らコンビで羊ネイル、はい、羊ネイリ、ネイリ、まあ、ネイル、爪でも、爪でも、羊の爪でもよろしいです、はい、全然かまへんねんけども、はい、この我々ネイリなんです、タヌキネイリの羊バージョン、しょうもない名前ですすいませんね、なんか、はい、もう勝手につけましたけど、覚えなくていいですよ、覚えなくてもいいんですけど、はいはい、今日はこの2人のこのお笑いコンビがやってるラジオの企画で、はい、まあ、ちょっとこういう普段なかなか女性とこうあんま喋る機会ないっていうこの、うん、そうなんです、まあ、めっちゃ嬉しいですね、うわあれバルーン、ちょっとハートのバルーンで叩く、サッチャン、サッチャンもう、バルーンでハイタッチしてる、出来上がってるね、おいおいおい、めっちゃ嬉しい、結構飲んだんすか、いやシラフです、あ、なんかすげえ、なんかよサッチャンたらしやねこれは男、骨抜き一瞬やねこれ、細田の鼻が今何本伸びたんだ、まあ、ずかっ早い、おい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 、一回エグいぞこれ、肘に丸ポンポンじゃないのよ、ね、ちなみにこちらの方が、なんかこう、うん、細田やったらこんなデートしたいとかあります、この人やったら、まあ、今本人は映画デートって決まりましたけど、この見た印象とか話してる印象で、細田だったら僕をデートに連れて行って、そうですどこにいます、お三人がそれぞれ細田を連れていくとしたら、はい、どこ行きたいなってイメージを湧きます、やっぱちょっとシュッとした、おうちで映画、おうちで映画、あ、じゃああえて上映されたものを映画館に行くな、なるほど、それは何が何がしたくてそれはさあそれはさ、今のね、な、何がしたくて、ウィスパーボイスやばかったっすね、スキーウィスパーボイス、何がしたくて、土屋アンナみたい、どうして土屋アンナみたい、何がしたくて？おうち？うるさい。教えてよ。おいおい。なるほどね。おうちで映画デート。ちょっとこう、まあ、怖いの見たりとか、ホラーもいいし、ラブストーリーとかもいいし、くっついてこう。あ、そうそうそう。なるほどね。1LDK。うん。おー、何まで言っちゃって。デカめだ、ね、うん。プロジェクター付きで。わできて、そう、5点いっちゃうんで、ホームシアターで見て、うん、どうですか、なんかイメージ湧きます、細田とのデート、確かに、あーでも屋台みたいなところで飲み歩きたいと思う、おー、ちょっとこうホッピー通りみたいなとこ行って、博多行きましょうよ、あ、もう博多行きましょう、博多行く、博多に、結構な、付き合う前からもう中洲の中洲屋台集合で、中洲集合、中洲解散で、屋台いいっすね、屋台の、そう、屋台、やっぱその外飲みみたいなのがちょっと好き、あー好きですね、上野とかも結構、あー、あー上野いいっすね、はいはいはい、これからちょっと寒くなるけど、はい、あーそうそう、お前ったら夏場とか、はい、ちょっとそ露天みたいなところで、でも寒いから2人で行くの、あー上野いいっすよね上野いいっすよね、エンジンかかり始めてるよ、僕地元の電車の終電でした、はいはい、上野が、なんか、ネスゴスト上野でした、ネスゴスト上野でした、変な千と千尋の物語です、ネスゴスト、そこは上野でした、何やそれそこからは何も始まらないの、神様やわないの、何やそれ、どんな感じが好きですか、なんかでも好きてか細田、はい、すごいなんかこういっぱいお話ししてくれるんで、なんか散歩とか、楽しそうだなって思う、いや、なんぼでも歩きますよ、代々木公園とか、公園とか、なんかもう西新宿の公園とか中央公園とか行って、なんかどっか川沿いとかあるやつ楽しそうかなって思いました、お酒が入る前の細田に緊張したりしません、なんか言ったらこうシラフで散歩すんのとかでもいいんですか、お酒飲みながらの方がやっぱ、いや、その後になんか飲むなり、なるほど、逆になんか飲まないでそのままご飯だけ食べて解散しても楽しそうだなと思いました、それもいいんですね、うん、これなんかね、ちょっともう一個質問いかしてもらえますか、そのね細田のことばっかりですけども、はい、細田さん、はい、異性に言われたら嬉しい言葉、さあ、なるほど、ね、まあもちろんもうこの3人に言っていただく、はい、じゃあもう3人にそれぞれ言って言われて嬉しい言葉をそれぞれもう耳打ちしますか、なるほど、じゃあ言ってもらおう、はい、ちょっと言って言って、ね、言ってあげてください、じゃあ、じゃあそれでは嬉しい言葉どうぞ、翔平くん横顔綺麗な、なんでそんなに、なるほどね、キモ鼻がね鼻がもう自分のパーツで何やねん横顔綺麗やな、鼻が売りなんすよ、おい鼻の視点、何やお前始まりの速さ、横顔綺麗ねなんて言われて嬉しいもんなの、いや確かにめっちゃ鼻高い、嬉しいんや、じゃあ続いて続いて、じゃあちょっと
じゃあいいでしょうか。ではそれでは伊勢に言われて嬉しいことはどうぞ。2杯なのにしこたま飲んだ気分だわ。うわっ笑っちゃったはい、酔っ払っちゃったチャチャンチャンチャン。2杯なのに、ね、私は普段だったら印税をね、こんなに酔わないのにどうしたどうしたもんだろう、酔っぱっちった、はあはあ、酔っぱっちった、ちょっとこれじゃもう私帰れないみたいな感じの、うふじゃあ 3人目でちょっと一番、はいはい、なんかまあとっておきでもなくてもいいですけど、まあ、ちょっと、ね、気になる、いいですよそのまま、うん、うわこれはいいですよ、横が起きて酔っ払っちゃった2杯なのにが来て、ね、そして、うん、最後は何やろ、何があるのか、では行きましょう、はい、2000に言われて嬉しい言葉をどうぞ。巣鴨で飲んだのに博多に来た気分、どういう意味どういう意味、ありがとう、意味わからんねんけど、ありがとう、なんで嬉しい、まるでちょなんで嬉しい、まるで博多に来たよ、意味わからん、どういう意味ってことよね、はそういう トリップしちゃったの、そう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 、なんか私あなたといればトリップしちゃった、巣鴨だって博多です、なんだそれ、お前のルーツでもないね博多の人でもないのになんで嬉しいそれ、どういう意味やね、うん、あーそう、いやこんなんが嬉しいんや、珍しい、うん、なんかあれな、その特別感、特別感があるの、そうそうそう、あ、というわけで、こんにちは、質問は